ポーって言って横断歩道の目の前で喋ってるんでね、あのパッポーパッポーって聞こえますけども、どうもこんにちは、ジェームズ秀樹でございます。なんかちょっとこうね、いい感じに囲まれておりますけども、今日僕がいますのは石岡市でございます。あのこちらね、まっすぐ行くともう石岡駅なんですよ。つまり石岡駅からまっすぐ来たこの交差点の角にあります街角情報センター、こちらでですね、ちょっとある素晴らしいものがあるということでお話を伺いに来たんですけども、これ見てください、石岡ひなめぐりとあるんですよ。ひな祭りじゃないです、ひなめぐりなんですよね。どういったものなのかね、しかもお帰りなさい石岡、ただいまって感じなんで、どういうものなのか改めてちょっと聞いてみましょう。お邪魔しましょう。こんにちは、お邪魔いたします。あ石岡サンド、これ今人気あるんですよね。お腹空いてきました。あっちね、はい。というわけでございます。お邪魔いたします、失礼いたします。なんか舞台みたいのがありますけども、あ、こんにちは。こんにちは、お邪魔いたします。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いいたします。こちらも来て、はい、街角情報センターの、はい、キャサリン、はい、キャサリンと申します。ジェームスとキャサリンで、はい、今日は、もうなんか洋風な感じ で、ね、ただバックは和風な和風な感じでございますけども、はい、先ほどね、あの表のポスターで、はい、石岡ひなめぐりというポスターをお見かけしたんですけども、はいはい、ひな祭りじゃなくてひなめぐりなんですね。そうなんです、あのひな祭り茨城いろいろありますけれども、うん、はいはいはい、石岡の場合は第9回となりますが、うん、まあ、町の中を歩いていただく、うん、この町歩きとか歴史スポットを巡っていただく、はい、こういうことも、うん、あのプラスしたひな祭りということで、うん、店先プラス町歩き、それでひな巡りとなってます。で、ひな巡りになってるんだ、はいはい、はで、まあ、これからここ飾り付けになっていくわけでございますか、はいはい、ひな巡りの中には、うん、あの4つ常設展示場と申しまして、うん、まあ、店舗以外にこのために展示をしたという場所があります、はい、で、街角情報センターもその中の一つなんですけれども、うんうん、はいはい、なんとあの第6回まで、うん、あのやったところによりますと、うんうん、会議室をですね、うんうん、申し訳ないんですけど、うん、取っ払かって取っ払かっておよそ15畳ほどのパネルを敷きまして、うんうん、そこにあの大々的にお雛様を飾るというのを毎年あのギャラリーでやってます。毎年やってらっしゃる。毎年懲りずにやってます。でちょっと今こちらで、ね、飾り付けなんですけども、今手元に写真があるんですよね、はい、うん、見えるでしょうかね、うん、こういう、ね、こちらにちょっと、はい、多分寄れる、大丈夫、反射、皆様は見たことないんじゃないかと。なんかあのひな飾りっていうんですか、はい、のイメージだと、はい、いわゆるこう段飾りと言いますか、はいはい、もしくはこう平でこうね、あの、うん、お代理様とおひな様が2人いるだけって感じ で、はい、ものすごい数のひな人形というか人形が、そうですね、うん、あのこのこれなんかすごいね、これ、はい、去年のなんですけれども、うん、去年は歌舞伎18番ということで、うんうん、ここをあの日立の国歌舞伎座と見立てまして、はい、上から提灯を下げて、うん、ここはあの桟敷席ということで花道を作り、うん、はい、あ、まあ、舞台を見るお雛様と 役者を演じるお雛様という仕立てでやったんですけど、うん、はいはいはい、お雛様が400人ぐらいこの舞台の上に乗っております、うん、なるほど、え、はい、ちょっと待ってここに400体ぐらい、もしかして今年もおります、400体ぐらい並ぶわけ、もう出してきてます。実はこの棚の下に、うん、ここの中には置ききれないので、はい、いっぱい箱が入っていて、まあ、今年もよろしくということで、ここに400体並ぶんだって、はい、ちなみに、はい、まあ、これ、去年はその歌舞伎をテーマってことですか、はいはい、毎年あの歴史上 の、うん、あのエピソードというのを一つの場面に作ってジオラマ風に展示しています、うん、ちなみに今年は、今年はですね、私の後ろの、うん、この小野小町という方を、べっぴんさんの小野小町、しかもあの日立の国ちょっと縁がある、うん、ということ で、ね、はい、いろんなね謎を秘めた、うん、最終的にこちらの東国に来たんじゃないかなと言われているこの歌人を主役にしたジオラマをやります、うん、ここに、はい、見えないでしょ、でも、うん、頭には見えてますから、ぜひ来週、なんかね、あの申し訳ないんですけども、はい、ひな祭り、ひな飾りってなんかこう、はい、
なんかスッてゆっくり見るようなイメージですけど、ね、なんかワクワクするのが広がってるんですね。もう動きたくさん で、うん、で私たち並べてて、あのお客様がいらしてですね、うん、あら横向いてるわって並べ直していくお母さんもいるんですけど。なるほど。ちなみにこれいつからスタートでしょう。2月14日土曜日です。あ、今週末からスタートでございます、はい、ぜひ皆さん足を運びください、はい、それでは早々番組始めたいと思います、はい、参りますよ。今日も楽しいいばきらステーション。本日も茨城県庁スタジオから生配信でお送りしてまいります、はい、茨城県民総出演、今日も楽しいいばきらステーションの、ね、お時間がやってまいりました。さあ今日はですね、はい、またもや異色のコンビ、異色のコンビで、はい、なんと2度目のですね、うん、そうですね、はい、あの親子じゃないよ、親子じゃないから幻と言われたこのコンビが復活いたしまして、ええ、今日はひとみさんと私の2人でお送りしていきたいと思います、はい。そしてオープニングはジェームさんがですね、石岡市の街角情報センター、はい、ひなめぐりですね。ひなめぐり、うん、珍しいですよね、その県内、ね、まあ、様々なところでひな祭りはたくさん開催されてますけれども、ひなめぐり、うん、なかなかこの石岡市ならではと言いますか ね、うん、街の中を巡るんです ね、うん、でしかもその情報センターの中 の、はい、あのジオラマというか、うん、まだちょっとあのお稲様並んでなかったですけれども、楽しみですね。ねえ、400体、うん、すごいですよ ね、 ねえ、うん、なかなかそんな数のお雛様をこう一気に見られるっていうのは、ね、ないですよね。ないでしょうね、うん、なんかちょっと踊っちゃったりいろいろいるんですか ね、 ねこうキャサリンさんみたいに ね、 ねえ、どうでしょう、ジェームスさんとキャサリンさんの ね、 ねえ、本当になんか洋風で後ろ側風 で、 風で面白かったですよね。オープニングも異色の組み合わせでね、はい、はい、面白かったですけれども、はい、今週末、14日の土曜日からということですので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。そして今日の気になる天気の方見てみましょう。こちらです。はい、こちら石岡市石岡駅前からの空模様です ね、 ね、快晴ですね。気持ちいいですね。うん、スカッとしてるね。うん、でもやっぱり冬ですね、まだ風が冷たくて、はい、本当に、ね、皆さん風に注意してほしいですね。はい、まあ、インフルエンザなんかもね、うん、あのまだ流行っていますので、はい、手洗いうがいでしたりとか、あとはマスクをしてしっかり予防に努めていただきたいと思います。加湿もね、はい、大事ですね、はい。そして皆さんから見てこちら画面右手側にはソーシャルストリームがございます、はい、こちらですね、簡単にコメントを書き込むことができますので、皆様からのコメントをお待ちしております。お願いします、はい、この番組に対するご意見ご感想、そして私たち MC 陣に対する質問やツッコミなどなど何でも構いませんので、こちらお書き込みください。お願いします。お願いします。そして今週のトークテーマ、はい、こちらスイート&ビターな思い出、今週土曜日に迫ったバレンタインデーちなんだね、はい、こちらのトークテーマに沿ったコメントもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください、はい、ちなみにももちゃんって何かスイートオアビターな思い出あります？私はですね、はい、小学校遡ること、小学校5年生か6年生だったと思うんですけど、うんうんうん、手作りのチョコレートケーキを作ったんですよ、うん、で小学校ってお菓子持ってちゃダメじゃないですか、うん、でそれでドキドキしながら体育の授業を抜け出して、うん、抜け出して抜け出したんですこっそりこう机の中に入れたんですよ、うん、で手紙に恥ずかしかったので、うん、絶対に誰にも言わないでねって、こう好きだよみたいなのを書いて、すごい念押しした手紙を書いたのに、うん、帰り道みんなにバラされたのがビターとスイートが、そうですね、ちょうどね、こう交互に重なった思い出ですね重なりました。そうか、ぜひ皆さんのスイート&ビターな思い出お書き込みください、はい、あのカカオ 90% ぐらいのビターな思い出も構いませんのでいいですね、お待ちしております、うん、さあそれではいばきらステーション、1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。皆様こんにちは、私たちは2015年水戸の梅大使です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第119回水戸の梅まつりのご案内をさせていただきます。水戸の梅まつりは2月20日から3月31日まで水戸市の偕楽園と弘道館で開催いたします。祭り期間中には野立茶会、ひな流し、祭り太鼓の演奏など
風流な行事を実施いたします。また毎日水戸黄門様、私たち梅大使との記念撮影があり、来園者のお出迎えをしております。皆様のお越しをお待ちしております。続きまして、茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。自分の好きな本の魅力を紹介し、最後にどの本が一番読みたいかを聴衆の投票で決める書評ゲーム、ビブリオバトルが31日水戸市文京2丁目の茨城大学図書館で開かれました。会場となった茨城大学図書館にはおよそ25人の愛書家や学生などが集まりました。ビブリオバトルとは、好きな本の魅力を5分間で語り、2分間の質疑を経て聴衆の投票でチャンプ本を決める書評ゲームです。この日は大学生4人のほか、社会人や高校生なども飛び入り参戦しました。ありがとうございました。印象的なシーン挙げてもらってもいいですか。そうですね、選ばれしない程度というのはなかなか難しいですね。我々は高校卒業したらどうなるのであろうかというところをこう考えていくところ、もうここまでいったら人間ドラマなんじゃないかなと思うんですけど、ミステリーの中でそういう要素を取り入れられているというところに、やはり自分は魅力を感じますね。私が今回紹介する本はこちらになります。ミハエル・エンデの作、モモになります。この表紙はエンデ自身が書いたものだそうなんですが、ここにちょっと見えるんですけど、この頭がボサボサで、もう衣装もボロボロのものを着ている小さな女の子が主人公です。ビブリオバトルは、参加者がその場で本を借りて飛び入り参加もできる利点を生かせるとして、大学図書館の土曜アカデミーという講座の一コマに選ばれました。これで私の発表を終わります。トルーマン・カポーティのティファニーの朝食をという、カポーティが書いたホリーっていうのはオードリー・ヘップバーンのような容姿はしていない、これじゃできすぎやみたいな。参加者は古典から現代のエンターテインメント作品まで、さまざまな本の魅力を思う存分語り合いました。楽しいと思います。ぜひ読んでみてください。本を、自分の本の好みとかジャンル、どのジャンルが好きとかっていうのってやっぱ一人一人違うので、そういうのをその違いを知れる場っていうのがビブリオバトル、本を通して人を知るということができるんですね。それがビブリオバトルの大きな魅力の2つ目だと思います。本当にいい作品なので、ぜひ一度手に取って読んでみてください。ありがとうございました。次のニュースです。中学生が茨城県の歴史や名産品、観光名所などにまつわる難問クイズに挑戦する第2回茨城っ子郷土検定県大会が7日水戸市千波町の茨城県民文化センターで開かれました。大会には県内の国公私立240校の中学2年生およそ2万6500人が参加しました。先生、私たち選手一同は県内の中学2年生約2万8000人の代表として誇りを持ち、正々堂々と戦うことを誓います。予選では各市町村代表の44校と国立、県立、私立の代表校1校の合わせて45校が5人1組による対抗戦で優勝を目指しました。現在のひたちなか市出身で茨城県のさつまいも増産の功労者は誰でしょう。会場では出場者たちを応援する先生や同級生たちの声が響き渡りました。では正解は滋賀の松島です。白熱した予選を突破し決勝戦に進出したのは、龍ヶ崎市立中根台中学校と鹿島市立高松中学校、茨城県立日立一高附属中学校の3校です。決勝では着実にポイントを積み重ね、リードを広げた日立一高附属中学校が初の栄冠に輝きました。
もっともっとこれからも大会が終わりましたが、たくさん調べて、茨城の良さを他県の人に、知らせることができるそのような人間になりたいと思います。素晴らしい。その後表彰式が行われ、優勝した日立一高附属中学校には小野寺俊教育長から賞状や優勝旗、トロフィーなどが手渡されました。以上で本日の県大会すべて終了となります。皆様誠にありがとうございます。最後のニュースです。常総市元石毛の八幡神社の大神輿が修復され8日お披露目されました。地元関係者で作る改修委員会によりますと、大神輿は1881年明治14年5月に元石毛で酒造業を営んでいた日野屋が主体となり、地元有志によって作られました。関東では珍しい京神輿で、最上部は孔雀ではなく鳳凰が飾られ、屋根は曲線の美しい四方破風造りと呼ばれる様式です。関東三大神輿の一つと言われています。当初は飾り神輿でしたが、近年は担ぎ神輿として現在に至っています。近年屋根の漆が剥げ、周囲の金物が損失するなど老朽化が進んでいました。修復にあたっては、常総市コミュニティ助成事業として日本宝くじ協会の社会貢献広報事業の補助を受け、およそ8ヶ月かけて改修が完了しました。市長から一言ご挨拶いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、元石毛の八幡神社のね、大人神輿が、この度、修復されまして、このようにね、素晴らしい形でお披露目できることをね、大変嬉しく思います。このおみこしがね、修復をされ、今年の夏には多くの方々にね、担いでいただいて、この石毛の町をもう一度元気に、ね、活性化させる、その使命をね、果たしてくれるものと信じております。以前からの直したいというあれは係として持っていたんですが、なかなか基金が今の世の時代ですから集まらないので、まあ、今回コミュニティ事業という事業で該当させていただきまして、それが発端でこの拡大事業が完成いたしました。昨年度は修理のために神輿ができなかったんですが、本年度は盛大にやりたい、そういう願いでおります。まあ、相当担げても協力してもらえるんじゃないかと思っているところでございます。お披露目式の後、大神輿はトラックに乗せられ、地区内を回って住民に披露されました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。皆さんこんにちは、初代茨城水の天使の野上桃子と平塚桃子です。水の大切さをたくさんの方々に伝えたいと思い応募し、この度任命されました。私たちはこれから下水道の魅力を発信していくため活動してまいります。下水道は私たちが使った水を集めてきれいにし、川や湖に返すという水の循環の一部を担っています。普段は道路の下に埋められているため、真の姿はあまり知られていませんが、実は奥が深い下水道、私たちの視点から分かりやすく伝えられるよう頑張ります。これから茨城水の天使をどうぞよろしくお願いいたします。いばきらピックアップ。さて、このコーナーは、はい、このコーナーはいばきら TV 公式 Facebook ページに投稿していただいた皆さんの投稿をご紹介するコーナーです。はい、そして投稿方法はですね、まずいばきら TV 公式 Facebook ページにまずアクセスしていただいて、いいねをしていただきます。その後投稿するフォームからお写真、コメントなどなど簡単に投稿することができますので、
皆様からのご投稿をお待ちしております。お願いします。はい、はい、そしてですね、うん、こちら皆さんから見て画面右手側のソーシャルストリームお待ちしておりますので、今週のテーマスイート&ビターな思い出、こちらのテーマに沿ったコメントもお待ちしております。早速、はい、いただいておりますのでね、はい、はい、紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、あ、スイート&ビターな思い出なんですが、うん、ビターしかないんですよ。あその中でも、うん、学生の時学校でお昼休みに、うん、カップ焼きそば食べようと湯切りしたら、うん、麺が流し台。あ、一食分ね、もったいな、つらいねえでもなんかさ、ないあのよく私空豆の顔向いてて、はい、皮の方を、はい、こうカゴに入れちゃって全部豆捨ててたみたいな時あって、なんかちょっと重力さまの時って私はスナックエンドでそれやりました。あるよね、筋取ってるはずなのに筋しか残ってないみたいなあれってビターすぎるなるほどね、はい、カップ焼きそばつらいな、つらいな、ありがとうございます、うん、はい、スイートな思い出ができることになっております。ねあ、もう一回来てますね、はい、修復された元井茂の大みこし、うん、関東最大みこしなんだ、知らなかったな、うん、PS 茨城弁トークも素晴らしかったです、おー、ね、はい、いただきましたね、ね、うん、やっぱ地元の茨城弁なまりというかね、うんうんうん、ほっこりしますね、ほっこりしますね、うん、すごいね、三大みこしの一つなんですね、ね、すごいですよね、うん、茨城にあるんですね、うんうんうん、ぜひ見てみたいです ね、 ね、はい、この後もコメントお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひお寄せください。はい、お願いします。お願いします。さあそれでは、はいはい、早速ピックアップ参りましょうか。1枚目、はい、こちらです。お、ああ、パスタの麺を無料で増量してくれるとのことで、はい、私も友達もお腹ペコペコだったので増量してもらいました。いいですね。が、増量しても足りなかった、足りない分はピザを食べまくって補いましたが、自分の胃袋の大きさにびっくりです。ね、足りないとは。足りない、結構お写真見る限りだと、うん、ね、こう深いお皿に、はい、だいぶ入ってますけど、ね、え、増量もできるんですね。うん、うん、で実はね、これ投稿していただいた方女性なんですよ。うわ、嘘本当、いやー、なんか私みたいな人いたんだってちょっと親近感湧いちゃいましたけどでもこう結構クリーム系のパスタじゃないですか、ええ、クリーム系のパスタってこうね、うん、一皿食べただけで結構な満足感というか、うん、もうしばらくはいいかなみたいなのってありません、うん、たっぷり、うんうん、なのに、うん、さらにピザを食べる、すごい、すごい、ね、よっぽどお腹空いてたんでしょう ね、 ね、断食してたのかな前の夜からねそりゃ入るわ、入るわ入るわ、はい、ねえ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。さて次参りましょう、こちらです。はい、また美味しそうな、続きます ね、 ね、近所のスーパーでばったり再会したのをきっかけに、うんうんうん、高校の同級生と女子会しちゃいました。おお、いいですね、女子会。高校以来の再会だったので、いろんな情報が聞けて、うん、とにかく楽しい。結婚とか仕事とかみんな大変なんだななるほど、うん、いやでも近所のスーパーでばったりってすごいです ね、うん、ね、で近所のスーパーでばったりなのにこんな美味しそうなちょっと行くかみたいな感じなんですか ね、 ね、いいですね、うんうん、なかなかその近所にいても知り合いの人って会うことあんまりないですね、うん、ない、本当ママ友でも1年ぐらい会わない、うん、もう30秒ぐらいのお家なのに、うん、1年ぐらい会わないいる私も結構その、ね、今一人暮らししてる他の友達とかが、うんうん、あの実は近くに住んでたってことがあるんですけど、で行ってるスーパーもね、あの、うん、この方ばったり会ったってことで私一緒なんですよ、行ってるスーパーが、うん、でも会わなくて、テリトリー一緒なのに、テリトリー一緒なのに会わないんですよねえ、だから結構奇跡の再会というかね、美味、うん、しいものも食べたくなるよ ね、 ね、本当ですよ ね、 ね、いいな、美味、うん、しそう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ソーシャルストリームも来てますね、うん、
わお、増量が嬉しいたまランチパスタ、たまランチ、たまランチ、ねえ、もう今日パスタにしよう。ね、お昼決まりましたね。食べたくなっちゃった。パスタかピザかな。だな。で、うん、デザートにあのシフォンケーキかな、さっきのは。そうだな、さっきのね、うん、食べましょうね。決まりだな、はい。そんなに食べたらおじさんもう胃もたれしちゃうって。またまた。またまた。って言って食べるんでしょ。そうそうそう、食べちゃう食べちゃう。はい、はい、ありがとうございます。うん、いいですね。いいですね。さて次はまた食べ物でしょうかね。どうでしょうか。はい、こちらで。です。あ、かわいい。食べ物じゃなかったね。我が家のネバールくんです。ネバールくん伸びる伸びる。あ、ほんとだ。伸びた伸びた。いや、ほんとですね。ね、かわいい。うさぎちゃんですか。うさぎですかね。飼ってるんですね。ね、うさぎ伸びるんだね。ね、伸びますね、うん、そしたらうち実家で伸び、あのネバールくん飼ってます、うん、ネバールくん、猫のネバールくん、猫のネバールくんなんですね。伸びますね、3メートルぐらいね。3メートル伸びますね。あれ、ひとみさんのうちはネバールくんは、うちはネズミのネバールくん。あ、ネズミのネバールくん伸びますよ。ネズミちゃんも伸びるんですか。伸びるんですね。伸びるんですか、うん、いや、いいですね、こういう猫、ね、ペットというか動物のお写真は和みますよね、うん、嬉しいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。さて次参りましょう、はい、こちらです。おお、あ、受験のシーズンですね。はい、太宰府天満宮に行った友達がお守りを買ってきてくれました。お、受験生の皆さん頑張りましょう。シーズンですね、いや、いいですね、かわいい。あの太宰府天満宮だから、うん、やはり梅の模様がね、ねえ、うん、かわいらしいですね。かわいらしいですね、お守り、うん、もうそろそろ、そろそろ大学入試、ね、ですよね。そうですね、3月になると高校入試があるのでね、うん、受験生の皆さん、ね、体調を整えて、うん、全力を尽くして頑張っていただきたいですね、はい、ぜひ頑張ってください、はい、花粉症の人はしっかりお薬飲んでください。ね、眠くなっちゃうから ね、本当に、うん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ソーシャルストリームもいただいております、はい、はいはい、先ほどの、そしてさらにスイーツでたまランチデザート、うん、たまランチ、たまランチ、うん、今日決まりました。あ、かわいいうさぎさんがネバールくんに癒されますね、うん、でも本当に ね、遊んでるんですかね、ね、なんか餌持ってたりしてね、うん、ご飯かね、ビヨンを ね、かわいいです ね、はい、ありがとうございます。さあ、このように私たちはソーシャル、あ、こちら、いばきらのピックアップで皆様からの投稿をお待ちしています、はい、それで最近はね、そうなんです、ホームページだけではなくて、はい、メールでもこちら投稿できるようになりました。はい、こちらですね、いばきらピックアップ宛ての、メールアドレスになります。ステーションアットマークいばきら .tv、 ステーションアットマークいばきら .tv までお送りください。まず件名にいばきらピックアップと書いていただいて、本文にペンネームと簡単なお写真の紹介を書いてください。そして画像を添付して送信、この1、2、3ステップで簡単に投稿できちゃいます。もちろんこちら Facebook ページの方でもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。はい、そして引き続きソーシャルストリームもお待ちしています。お待ちしてます。以上、いばきらピックアップでした。皆さんこんにちは、茨城スカイガイドです。今日は冬の福岡便利用促進プレゼントキャンペーンについてご紹介いたします。茨城空港には IBR マイアポートクラブというメルマガ会員サービスがございます。現在10ポイント貯まりますと、もれなく1万円キャッシュバックプラス茨城県特産品をプレゼントする搭乗ポイント制度を実施しております。通常片道1回分のご利用で1ポイント貯まりますが、今なら福岡便はなんとポイント2倍。福岡便を利用すればあっという間にポイントが貯まっちゃいますね。さらに福岡以外の場所へお出かけされる方にも、茨城空港発着の航空便を往復でご利用いただければ、福岡県の超有名店で使えるお食事券をプレゼントしています。またマイエアポートクラブ会員以外の方にも、福岡空港からのお客様限定特典や福岡便をお友達にご紹介していただいた方への特典もご用意しております。お得な特典が盛りだくさんのこの機会に、ぜひ茨城空港から福岡へお出かけされてみてはいかがでしょうか。詳しくは茨城空港ホームページをご覧ください。以上、茨城スカイガイドでした。
本日も茨城県庁スタジオから生配信でお送りしております、いばキラステーション。本日のお相手は西野ひとみと鈴木桃子がお送りしております。こちらのですねソーシャルストリームの方、この後もお待ちしておりますよ。はい、お願いします。はい、今週のトークテーマ、スイート&ビターな思い出、こちらのトークテーマに沿ったコメントも、お寄せください。はい、はい、お待ちしております。そしてですね、このようにソーシャルストリームで皆さんと盛り上がるのはもちろん、私たち MC 陣が皆さんの元にお伺いしてお話をお聞きするコーナー、それがいばキラピープルのコーナーです。今回のピープルは、はいはい、今回はさっちゃんこと大沢幸子アナウンサーが、はい、北茨城市の茨城県理学療法士会についてお話を伺ってきました。なるほど。はい、それではどうぞご覧ください。さあ、今回のいばキラピープルのコーナーでは、こちら北茨城市の地域自立支援センターの方にお邪魔いたしまして、医学療法士の鈴木さん、さらに茨城県理学療法士会の会長をお務めの斉藤さんにお話の方をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこちら、私本日お伺いしております北茨城地域自立支援センター、こちらはどういった活動をされている場所になるんでしょうか。はい、はい、地域の方々からいろいろご相談を受けまして、はい、でそれに対していろいろリハビリテーションの専門の知識を持って支援をさせていく施設、いただく施設になります。そうなんですか。はい、地域で体の不自由な方々をサポートするような活動をされていらっしゃるわけですよね。はい、なるほど。そしてこの理学療法士というこのお仕事なんですけれども、はい、理学療法士というのは昭和41年に日本でできたんですけども、はい、主に種に障害のある方に対してですね、はい、心身機能の改善とか維持を目標にして、はい、社会参加、社会復帰を目指すための一つのリハビリテーションを専門とする資格の一つです。そうなんですか。で今高齢者社会になって、はい、ご高齢者の介護予防とか重症化予防とか、はい、そういうことを特に我々こう一と言いますかね、立って歩く、二本足で歩くっていうところ主に責任を持つ理学療法士が、はい、人間の基盤となるところをきちっともう一度責任を持ってやらなきゃいけないんじゃないかっていうふうな雰囲気になっています。そうなんですか。はい、でなかなか病院がですね、短い日数で退院しなきゃいけない今時代になってますので、十分に理学療法とかリハビリテーションを受けれない時代になった時に、在宅でそういうことが受ける制度がまだまだ不足しています。でこの北茨城の地では、はい、ましてそういう傾向があったの で、 で、ね、今鈴木がお話したように、はい、そういうところで理学療法士会としては、そういう場を積極的に何かできないかということで、はい、具現化しているような形になりますね。はい、そうなんですか。先ほどのお話にもありましたけれども、今なかなかリハビリテーションを行う傾向がちょっと薄いっていう話があったんですが、それはどのような状態にもあるんでしょうか。茨城県はですね、はい、そもそも人口対比で理学療法士が全国最下位だったんです。はい、あ、人数が少ないんですか。そうすると病院で働く方がほとんど少ない。なるほど。いない状態。まあ、だんだん今県立医療大学附属病院さん等々ができて、はい、増えてはきているんですが、まだまだ少ない状況で、地域格差もあって、特に県北地区っていうのはまだまだ十分じゃないです。で病院で十分にそういう、治療をして命を救われたり、なんていうかな、病気を改善したとしても生活の障害が残ったまま退院するわけにいかないじゃないですか。そうですよね。そうするとそこで十分に治療されてない方をそのまま放っとけば寝たきりになるんですね。うん、そうですよね。そうするとそれをどっか拾わなきゃいけないんですよ。拾うって言葉は適切じゃないんですけども、なんとかしなきゃいけないので、はい、今訪問リハビリテーションとか、はい、通所リハビリテーションという形で、はい、リハビリの専門職が活躍しなきゃいけないよねって言われてるんですが、うーん、病院にも勤務して少ない中でなかなかそこまで人が増えていない。なるほど。ご自宅にお伺いする方も少ないと。でじゃあ雇用してくれるかというと、なかなかやっぱりいろいろ病院さんの事情もあったりとか事業所の事情がある、あるいはそういう地域の中で療法士が働きやすいかというのは、なかなかこのまだ雰囲気が盛り上がってないんですよね。そうなんですか。そうするとやっぱり自分たちの力で、はい、理学療法とかリハビリを
やる場所を作って、そういう病院とか施設の応援をしようっていうことも含めて、なるほど、あのこういう形にあのできないかということでやっています。北茨城市では、はい、あの市民病院をはじめ何か所か、はい、あの病院がありますけれども、そこにいる、ま、理学療法士や産業療法士、はい、という方がなかなかまだ少なくて、その病院の中の勤務だったりするのでも、はい、業務がいっぱいっていうのが現状のようです。そうなんですか。介護保険 の、はい、あの施設で働いている方もまだまだ少ないような状態で、その方についてもやっぱり、あの施設の中であの業務を、はい、あのしているけれども、まあ、厳しいような状況というのは聞いておりますので、なかなかその地域であのやりたいことがあるけれども、はい、できないっていうのが現状だと思います。そうですか。そういった現状を改善していこうという意味で、皆さんが立ち上がって、そして会長として今活動されているわけなんですね。そしてこちら の、 あの北茨城の地域自立支援センターさんでは、どういったサポートを具体的には行っていらっしゃるんでしょうか。はい、今一番多いのが、はい、あの介護保険を利用されている方への支援ということが多いんですけども、その担当されているケアマネージャーさんから、はい、あのご相談をいただいて、はい、まあ、その方の体の状態に合わせた運動の仕方であったり、はい、あとはあの手すりであったり、はい、あのそういったこう住宅改修についての相談であったりとか、はい、あとはね、この生活の仕方であったり、はい、そういったこう相談を主に受けています。そして斉藤さん、理学療法士なんですけれども、そのお客様にとって、利用される方にとって、どのようなこうサポートができる、そしてこれからこのようにしていきたいという目標などございますか。今鈴木さんが言ったように、はい、動作のこともそうですけど、例えば、はい、どっか体が痛いとかですね、痛いから動けないとか、それがお医者さんにかかるべき痛みなのかどうかっていうところを、僕たちは評価というかアセスメントすることによって、はいはい、おそらく医療費の無駄とか健康被害の予防ができるっていう、あのおそらく特殊というか専門的なものがあります、はい、でそこを退院してからとか、はい、そういうところでちょっとしたお話を聞いて、それはあの先生にかかった方がいいですよとか、これはこういうふうにすれば大丈夫です、大丈夫っていうか予防できますよとか、あるいは痛みながら、それ仕方ないので、でも痛み出さない、こういう動作をしてくださいっていうことを多分指導してるんですよね。なるほど。もう一方では、あの体力ですね、はい、ただ歩けばいいじゃなくて、なんか体力も弱くなってきますから、そうですよね、あるいはそういう体力の評価もちゃんとして、そういうところは多分我々が責任を持たなきゃいけないところですね。そういうことをきちっと、地域に根付かせることによって、はい、お年寄りの方や障害を持った方がもう一度社会で何か役割を担ってもらえるところが本当は大事で、ただ動くだけが目的ではなくって、最終的にそこにもう一度社会で役割を演じてもらうっていうところの支援者が僕たちの今本当に多分大事なところだと思います。ぜひこの理学療法についてのお話聞きたい方、地域にもたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方が参加いただけるようなものっていうのはあるんでしょうか。はい、はい、今年で3回目になるんですけども、はい、介護予防フェスティバルっていうのを2月14日に行います。そうですか。こちらの介護予防フェスティバル、はい、北茨城2015とありますが、こちらは毎年開催されていらっしゃるんですか。はい、毎年あの講演会と、はい、と運動とか、はい、ということでやっておりまして、今年も午前中に、はい、講演会と講演会、はい、で介護予防の膝痛腰痛予防の体操、はい、で認知症予防の体操や、はい、あとは介護、看護協会の方から、はい、元気になるためのお話であったり、あとは最後にシルバーリハビリの体操指導士会方に、はい、30分くらい、はい、体操をやっていただく予定になっております。そうなんですか。
やはりこういったお話をね伺える機会っていうのはなかなか少ないですからね。そうですね、なかなか病院とか勤めてるとちょっとやっぱり敷居が高いってよく言われるんですね、なるほど。だから僕たちがこう降りていかないと、その経験にするとまた僕たちも元気になりますし、病院に勤務している人たちがそこまで手伝いに行くんですね。あ、そうなんですか。仲間が、それがまた病院に戻るとやっぱ役に立つみたいですね。そういうやっぱり身近で話したことが、ちなみにこう現場の声をお伺いできる、病院では聞けないような話がやっぱあるんですよね。そうなんですねそういう多分触れ合いっていうところからおそらく何かが変わるんじゃないかなと思います、はい、そうですか。この参加方法っていうのはどのようにすれば参加できるんですか。申し込みは不要になっております。不要ですか。はい、はい、ぜひ皆さん来ていただければと思います。そうですか。本当に気軽に、ね、参加できそうなイベントですよね。あのチラシとか司法とかさまざま案内出てますし、はい、あ、なるほど。こちらの問い合わせもいいですし、あの茨城県理学療法士会に事務所に何かあったら問い合わせいただいても対応、はい、あの平日は事務職員がいますので。あ、そうですか。あの気軽に問い合わせいただければすべてご案内できると思います、はい、なるほど。電話のお問い合わせでも OK、はい、ということですね、はい、ぜひ皆さんもこの2月14日の介護予防フェスティバルお気軽に参加されてみてはいかがでしょうか。さあ本日はこの理学療法士についてですね、北茨城地域自立支援センターの理学療法士鈴木さん、そして茨城県理学療法士会の会長斉藤さんにお話を伺いいたしました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。理学療法士ですか、なんかあの高齢者の方とかそれからスポーツやってる方とかが身近なのかなと思ったんですけど、はい、私洗濯物をしててアキレス腱切ったことあるんですよ、いや大丈夫でした。ダメだった。ダメだったでもその時にリハビリを本当に丁寧にしてくださって、あの助かった覚えがありました。そうなんですか。でその介護予防フェスティバルだったりとかで、お話を聞く機会とかもね、結構オープンにこう開催されているようですのでね、数も少ないというふうにおっしゃってたのでこう、興味持って、こうそういう数が増えるといいですよね。本当ね、今週末ということなのでね、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上イバキラピープルのコーナーでした。茨城県は全国第6位の漁獲量を誇るとともに水産加工品の生産量が全国第3位と加工業も盛んな水産県です。県ではこれら豊かな地元の水産物の消費拡大と知名度向上を図ろうと茨城の地魚取扱店において地魚ごちそうさまキャンペーンを3月10日まで実施しています。このキャンペーンは対象となる店舗で飲食や買い物宿泊をして応募すると最高5000円相当の水産加工品の詰め合わせなどが合計300名に当たるというもので、ネクスコ東日本丼王座決定戦の優勝丼に使われている生しらす凍結品や地魚の干物や缶詰などがプレゼントされるとのことです。キャンペーン対象店舗にはポスターが掲示され、応募はがきがついたチラシが店頭で配布されるほか、キャンペーン特設ホームページでもダウンロードできます。詳しい内容は茨城の地魚取扱店ホームページをご覧いただくか、漁政課電話番号 029-301-4070 029-301-4070 までお問い合わせください。さあここでですね、ソーシャルストリームをいただいておりますので、ご紹介したいと思うんですけれども、ビターな思い出ですが、某ネットテレビの特番で飲んだセンブリ茶が半端なくビターでした、あれセンブリ茶が罰ゲームなネットテレビって、といえばあれ、あれでもう一件来てるんですけど、はい、スイートな思い出、海外で喉が渇いて日本茶を買って飲んだらものすごくスイートで驚きました、日本茶に砂糖なんちゃ入れねえでくれっか、入れねえでくれっか、あれこの茨城弁、あれあれあれこのあれまさかまさかまさかナイトでキングな方じゃないですか、そうじゃないですかナイトでキングな方じゃないですかねえ、ももちゃんのねパートナーのねナイトでキングな方ですよ、はい、はい、木曜夜9時からでございますさりげに番宣してはいねえ、ももちゃんどうもこんにちは、こんにちは、あれあれこんにちは、どうも、声変わりしました、キラスケさん、いやあれ
自分キラスケではないです。あれ、キラスケさんじゃない。はい、自分キラスケの弟の伊庭キラゴロウです。キラゴロウ、はい、弟いたんだ。キラスケさん、焼酎みたいな名前だな。いや、違う、そんな名前ではありません。うん、俺とお前とみたいな。はい、はい、後ろの背景見て、はい、まあ、なんとなくお気づきかとは思うのですが、うん、ではまずタイトルコールの方から行ってみたいと思います。はい、イバキラクイズのコーナー。拍手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 。はい、ありがとうございます。はい、あれ、キラスケさん今日どうしたんですか？キラスケさんはちょっとした諸事情により諸事情来ません。来ません。なるほど、はい、うん、なので今日は自分、イバキラゴロウが担当させていただきます。はい、キラゴロウさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、何分ね、こういうことが初めてなものでも、うん、まあ、いろいろ戸惑っているところもあるのですが、はい、優しくしていただけると。わかりました。リラックスリラックス、優しくします。はい、ね、で、今日は、まあ、イバキラクイズということで、はい、アナウンサーのお二方には、はい、県内の市町村の、はい、にまつわる絵を描いて、はいはいはい、それを視聴者に答えていただこうかと思っております。市町村を答えていただくんですね。そうですね。なるほど。はい、はい、ということで、はい、こちら今選択肢が出されておるんですが、お二方には選んでいただいて、好きな番号で選んでいただいて、その市町村にまつわる何かを書いていただきます。はい、それを、視聴者の方に答えていただくということになっております。はい、はい、じゃあ皆さんソーシャルストリーム書き込んでくださいね。お願いします。はい、お願いします。はい、では、はい、じゃあまず西野さんから好きな番号をお願いします。はい、じゃあ私3番。3番で、はい、はい、3番、なるほど。はい、次はももちゃんで、はい、じゃあ4番で。4番で、はい、はい、では早速こちらにまつわるような絵を描いていただけると思います。いただけると思います。はい、わかりました。じゃあお願いします。はい、じゃあ描きます。はい、なかなか、ね、難しいですよね。うん、ほう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 。私あのクイズってあんまりさ、ほらここでやんないからさ。確かにクイズないですね。うん、そうなんですよ。なんか食べたり飲んだりしてるの。食べたり飲んだりしてる。確かに。まあでもティータイムとかね、ひとみさんすごい美味しそうなものを毎回持ってきてくださるから、本当に。ねえ。はい。で、キラゴロさんどうしたんですか？なんか喋って。はい。キラゴロさん、あのね、はい、キラスケさんは、あなたのお兄さんは、はい、いつも、この、なんていうんですか、こう、お絵かきタイムの時にですね、はい、面白い話をしてくれるんですよ。なるほど。すごく面白い話をしてくれるんですね。はい、すごく面白い話をしていただけている、うん、ですが残念ながら弟の方にはちょっとね、まだ そのようなね、利用はないので。あらま。で、はいはいはい、もう一つ言いますと、はいはい、私あんまり茨城県に詳しくございません。なんですと。弟なのに、うん、はい、弟なのにです。ですので、まあね、アナウンサーの方にね、はい、まあ、この出した問題の何かしら豆知識などをね、言っていただけると、うん、とても助かります。なるほどね。試してるんですね。はい、うん、そうですね。まあ、やっぱりイバキラ TV のアナウンサーとしてはね、やっぱり茨城のことをね、誰よりも知ってなければいけないと思いますので。うん、できたよ。あ、できた。早いですね、ひとみさん。じゃあ西野さんからじゃあ早速、はい、オープンしてみましょうか。では、はい、お願いします。はい、じゃーん、いくつか書いたよ。私心ないの。分かったかな。どうでしょう、視聴者の方に伝わってますでしょうかね。これは伝わりましたでしょうか。伝わった方はね、ぜひソーシャルストリームの方に答えを書きください。うん、私もね、できました。ももちゃんもできました。はい、じゃ書いちゃっていいですか。はい、どうぞ。あ、書いちゃってじゃない、出しちゃいますね。はい、お願いします。はい、こちらです。あ、私わかった。わかった。あ、私わかっちゃった。うん、どうでしょう、どうでしょう。いつも見てもね、うん、いいクオリティを出してきますね。 ありがとうございます。じゃあね、コメント来てるんですよ。はい、まずイエーイっていうのと、はい、あれ天の声の人弟いたのっていう、うんうん、いました。いたんですね。はい、でキラゴロさん頑張ってねってかっこ笑えてきた。 ありがとうございます。はい、笑ってるんですね。はい、笑われてます、ね、笑われてます。頑張ってください。さあ皆さん何でしょうか、どこでしょうか。わかりましたら、ソーシャルストリームの方でお書きください。この絵にまつわる市町村を皆さんお書きください。はい、どこの市なのか、町なのか、村なのか、はい、うん、さあわかるでしょうかね。ソーシャルストリームがねまだ来てないんですけれども、はい、まあ、若干ラグもあるので、はいはいはい、で西野さんのはちょっとわかりにくいのかもしれないですね。ここと、うん、これわかんないかな。それでも、うん、うん、分かってくれ。私はね、答えを知ってるのでね、
あ、なるほどっていう感じで。あ、そうかそうか、そうですね、はい、ただそれが視聴者に伝わるかはお二人の絵心次第でございますよね、うん、あ、ちなみにキラゴロさんは、はい、あのキラスケさんといくつ違いの弟なんですか？3つです。3つ、 あ、 3つ違い、あ、いい感じの年齢ですね、はい、ね、平五郎さんのこう、はい、プロフィールとかを知りたいんですけれども、うん、はい、そうですね、まあ、あの最近茨城に引っ越してきました。あ、そうなんですか、はい、へえ、キラスケさんと離れて暮らしてたんですか？そうですね、ちょっとそこはね、あの深くは言えないんですけど、あ、何か事情がある。事情がある、ね、ちょっと察していただければかなと思います。はい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 、はい、それでそれで最近引っ越してきて、そうです、なので茨城には詳しくありません。あ、なるほど、はい、ね、なのでね、これを機に視聴者の皆さんと一緒に茨城に、ね、うんうん、詳しくなれたらいいなと思ってます、うん、はいはい、結構キラスケさんはグイグイなんですよ、うん、おー、そうなんですね、うん、でも、うん、この感じだとキラゴロさん結構、うんうんうん、あの控えめというか、うんうん、ピンポーン、ありがとう。おっと、まさかの来ました。あー、うそやった、まあ、正解かな、これは。はい、正解、かしまし、正解でございます。はい、マジか、ももちゃん残念でしたね、うん、絵のクオリティでは勝ってたと思うんですけど、ね、ありがとうございます。ごめんよ、ごめんよ。あ、かしまししか連想できない、うん、だよね、すごい来てますね、よかったよかった、出すの早かったからやっぱ有利ですよね。やったね、あ、はい、やった。ちなみにこれ何の絵を描いたんですか？うん、これは鹿島のアントラズスタジアムで、うん、アントラズの模様ですよね、うんうんうん、これね、鹿の模様、はい、なるほど、鹿の模様、そうです、うん、それから、うん、ボールのね、模様がこれボールなんですけれども、あの鹿島のユースもみんなこちらのブランドの着てるので。あ、なるほどね、はい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 、それからこちらが鹿島なたハマグリ、ハマグリ、ハマグリだったんだよ。ハマグリが大きいんですよね、うん、まあ言われてみれば、まあ、ハマグリでしょうよ。あ、私も来ました、つくまいってどこ市でしたっけ？龍ヶ崎市、正解です。でもピンポンですね、つくまいは伝わったようですね、うん、でもそれがどこの市町村なのかちょっと分からなかった、はい、答え書くのつくまいだから龍ヶ崎市かなって、ね、うん、遅いですよ、もう一歩あー、負けた、悔しい。ウィン長ね、絵のクオリティが良かっただけにこれはちょっと悔しいですね、悔しいですね。ということは、はい、私、はい、負けちゃったんですか？負けましたね、うん、でやっぱりね、負けた方にはね、はい、まあ、それ相応のね、罰ゲームを受けていただこうということで、はいはい、まあ、恒例のね、はい、これ、こちらを用意しております。はい、はい、すいません、お願いします。じゃあほら、ももちゃん、はい、でですね、私、うん、実は、はい、キラスケさん、あのいつもクイズの天の声やってくれてる、キラスケさんから伝言もらってまして、うん、はい、まあ、ウイジンをね、うん、飾った、うん、平五郎さんに、うん、まあ、これからもファイトという愛情を込めまして、はい、あとは今日ちょっとグダグダだったろっていうね、うんうんうん、あの愛の無知を込めまして、はいはい、風船爆発のプレゼントが平助さんからあるということで、すいません、はい、聞いてないです。でですね、あの平助さん、ちょっと消えます。あの、はい、リクエストがありまして、平助さんから、はい、リアクション大きめだそうです。リアクション大きめ、はい、いや、それちょっと持ってください、平五郎さん、はい、はい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 、じゃあ消えちゃった、消えちゃった、はい、あらららら、はい、リアクション大きめですよ、キラゴロさん。ちゃんが尖った鉛筆持ってます。心の準備できてない、心の準備できてない、そんなん関係ないです。はい、行きます、はい、行きます、はい、3、2、1、あっちゃ、以上、いばきらのクイズコーナーでした。北茨城市にある茨城県天真記念いずら美術館では、平成27年1月2日から所蔵品展富士山と筑波山を開催します。日本最高峰の山として我が国を象徴し、また近年世界文化遺産に登録されて注目を集める富士山、関東平野にそびえ茨城県を代表する名山として知られる筑波山、今日観光地としても賑わう霊山は、古くから山全体が御神体として信仰を集め、江戸時代には西の富士、東の筑波と並び称されるなど、人々から親しまれてきました。そして四季や時の移ろいとともに様々な表情を見せる美しいその山容は、万葉集などの詩歌をはじめ様々な文学作品にも登場し、また多くの絵画作品にも描かれるなど、芸術活動の源泉として
豊かな文化を育んできました。本店では茨城県ゆかりの横山大観と小川雨仙を中心とする近現代の画家が描いた富士山と筑波山の絵画作品26点を展示し、多彩に表現された両山の魅力とその共演をお楽しみください。会期は2月22日まで。詳しい内容はホームページをご覧いただくか、茨城県天真記念美術館、電話番号 02934653110293465311までお問い合わせください。いばキラ TV をご覧の皆様、こんにちは。松井悦子です。この度、JR 水郡線全線開通80周年を記念した勝手に応援ソング、僕のハートは水郡線が発売になりました。地元の方はもちろん、鉄道ファンも楽しめる作品です。歌を通じて他県の方にも水郡線を利用した旅をしていただきたいです。そして沿線の活性化にもつなげられたら嬉しいです。ぜひ聞いてくんちょ。さあ、本日も県庁スタジオから生配信でお送りしてまいりました、いばキラステーション、エンディングの時間でございます。さあ、今日はですねこの女性コンビでお送りして、クイズもあって謎の展開も迎え、はい、わちゃわちゃじゃないですね。でも、はい、面白かったね。面白かったですね。ソーシャルストリームもね、いただいておりますので、はい、紹介したいと思います。あのですね、先ほどのあのナイトの、はい、ナイトでご活躍中の、はいはい、方が、はい、答え書くのつくまえだから龍ヶ崎かな、うんうんうん、でもひとみさんはアントラーズっぽいし、うんうんうん、で、まあ、いろいろ来てまして、うんうん、ルールが分かんなかった。2人は違う市の絵を描いてるってことかということで、はい、大変失礼いたしました。キラゴロウさんもなかなか不慣れなものでね、はいはい、であとね、ちょっとしょぼーんとしてるのが、うん、綱渡り的なのはなんだって。綱渡り的なものは伝わらなかった。あ、でもあれ結構あの県北の方とかは難しいかもしれないですね、はい、そうなんですよね、うん、やっぱ茨城広いですからね、県北、県央、県南、県西6校ってありますから、うん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 、なかなかね、こう遠い方だと分かんなかったりするんですよ ね、いや今、はい、私たちの状況が綱渡り的なのかと思ってうまいこと言いますそう、細いとこ渡っておりました。そうそうそう、よっこーみたいな感じ、はい、そしてですね、あのナイト の、はい、あの実はですね、あのごジャパンハイスクールの方で、はい、天の声として活躍されて、うん、天の声先生からも来てまして、あの助け舟がキング先生、院長とひとみさんでそれぞれ別の問題が出てるみたいですっていう助け舟もいただいておりまして、すごいですね、はい、本当に今日はですねソーシャルストリームもこう盛り上がって、私たちもこう綱を渡ってみたいな、本当ですね、はい、波乱の展開でお送りしておりました、はい、まさかの展開かっこ笑いっていう感じでね、はい、来てますけど、まさかキラゴロウさんがパーンってなるとは ね、はい、天の声先生ルール分かってませんでした、うん、どっちかが間違ってるのかなと思ってて、はい、なるほどね、2人は別の市町村の書いてて、はい、先に当てられた方が勝ちということですね。そう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 、説明不足でございました。すいませんでした。で、委員長、お昼はお昼で頑張ってんだな、うん、ありがとうございます。頑張ってます。頑張ってますよ、はい、お昼はもう罵らないでください。お昼じゃなくてね、夜の方はねもう罵らないでくださいね、はい、これ天の声先生に罵られるっていう感じのね、あの授業内容なんです。なるほど、はい、ぜひ皆さん木曜夜9時のおじゃぺハイスクールもご覧ください、はいはい、というわけでね、番宣を挟んだところでちゃっかりと、はい、明日のステーションのご案内いたします、はい、まず、明日じゃないですね、明日は祝日でした。そうです、はい、木曜日のいばキラステーション、はい、まずオープニングは大洗町からお送りいたします。そしていばキラピープルは、はい、はい、ピープルは私が先週日曜日に県武道館で行われた褒章授与式、こちらで賞状を授与した県選抜の中学生女子ハンドボールチーム、こちらを取材してまいりました。はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。そしてこの後はですね、なめがた市からの皆さんの声をご覧いただきながらお別れしたいと思います。というわけでお送りしてまいりました、いばキラステーション、本日のお相手は西野ひとみと鈴木桃子がお送りしました。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。こんにちは。今日はどちらからいらしたんですか？筑波市です。
ここ行方ですけど、ちょっと遠くないですか？50分くらいかかるんですけど、友達がこっちにいるので、ね、結構遊ぶところもたくさんあるのでそんなに、遠く感じないですね。はい、じゃあよくこちらにお友達と遊びにいらっしゃるんですか？そうですね、月に1回くらいは、来る感じです。はい、今日はお子さん3人、2人とあと友達もやっぱり子供2人で、ね、6人で来てます。こんにちは。今日幼稚園お休みなの？創立記念日ね。お休み。お休みなの？ここで何して遊ぶのが好き？全部好き。全部好き。そっか。今日天気が良くて良かったですね。ね、これからどこに行く予定なんですか？ね、今日はここでもう終わりです。お弁当食べて。そうですね。お弁当食べてね。そう、次ピアノ。そう、ピアノの今日はしっかり習い事もね、頭の中にあってね。じゃあそれまで楽しく遊んでください。はい。季節